オトスコが綺麗に見えるとこです。ここから見たオトスコを千円札のデザインに使ったっていうことは有名ですね。撮影スポットとしても有名です。わーす、立派なカメラですね。撮影する方も多く来られます。朝方とかのいいですね。まずヘッドを出します。細い部分、ランニングラインが出るの。あとはこうやって
はよく釣れますね。姫祭りが始まって、また岸釣りも十分楽しめます。姫祭りもやってますよ。また来ます、姫祭り。はい、来ます。動画もね、結構人気で、でもフライフィッシャーの人はマスのが気になってるみたいで。だからね、姫マスのところでもほら、ニジマスがやっぱりね、いや、ニジマスは、60メートルも来たらいいです。もうフライフィッシングはもうあれ、それと私があの手で持ったっていうのがね、良くないとかで、持って帰って食べたとかとても言えなくて。あ、ニジマスはね、大丈夫ですよ。釣ってもいいんですね。大丈夫です。ここでヒメマスの釣りの受付をやるとこです。あ、このここまだ閉まってるんですね。今年はまだあのボートが少ないみたいですね。それで向こうに見えるのがヒメマス釣りです。ヒメマスのチケット売り場です。それでこの右側からが山側の釣りになるんですけど、まだゲートが閉まってました。じゃあ逆回りから行きます。ヒメマス釣りでニジマスを釣るのは全然ありだそうです。そしてもちろん持って帰ってくださいって今日も言われてしまいました。